もももチャンネル始まるよ。ももみなさんこんにちは、ももちゃんです。今日は皆様にいろいろとお知らせをしたいので告知動画になります。はい、何の告知なのかっていうと、この度もももチャンネルがチャンネル登録者1000人に達することができました。これも見てくれてる視聴者さんの支えで、一つの目標にしていた1000人という、ね、目標の数を達成することができたと思っています。はい、本当はまだ1000人って思う人もいるかもしれないんですけど、やはりちょっとね、こうやり始めた時にこうチャンネル登録者1000人っていうのをまず最初の目標にしていたので、まあ、目標のね達成を、まあ、お祝いできたらいいなっていうのもあって、今回ねこういった企画を考えてみました。今回の視聴者プレゼントは4人の方にプレゼントをしたいと思います。はい、プレゼント企画のプレゼントをじゃ紹介していきたいと思います。はい、1つ目のプレゼントはこれだよ。1つ目のプレゼントはこちらのピンクのソフトクリームのスクイーズになります。はい、この間ねこれ日本スクイーズセンターオープンした時に購入したものになります。はい、これが1つ目のプレゼントになります。はい、2つ目のプレゼントはこれだよ。2つ目のプレゼントはこちらのピンクのたい焼きのスクイーズになります。はい、これもね日本スクイーズセンターにね七色チューブのはっちゃんと一緒に行ってきたんですけれども、その時にはちゅちゃんに選んでもらったスクイーズになります。はい、これを1名様にプレゼントしたいと思います。はい、3つ目と4つ目のプレゼントはこれだよ。3つ目と4つ目のプレゼントはこちらのブルームのアイラブストロベリーミニのピンクと赤、こちらを1つずつ1名ずつのプレゼントになります。はい、今回なんと3つ目4つ目のプレゼントが七色チューブさんから1000人突破おめでとうっていう言葉と、こちらのプレゼント企画用のスクイーズを提供してもらうことができました。ね、いつもねこっちがお世話になってるんですけど、なんかいつも頑張ってるからっていうことで、なんとプレゼント企画をするっていうお話をしたら、じゃあぜひこのいちごどうぞって提供してくれました。まあちょっとこれね裏話になっちゃうんですけど、今回プレゼント企画をする時にどういうスクイーズが人気があるのかなって七色チューブさんにちょっと相談をしたんですけど、まあこのブルームのスクイーズのアイラブストロベリーは人気があるよっていうので、日本スクイーズセンターに行った帰りにモッシュさんによって購入をしようと思ったんですけど、なんとモッシュさんが月曜日はお休みで空いてなかったので、じゃあまあしょうがないかなーなんて思ってたら、なんと七色チューブさんから提供してもらえるっていうお話がいただけたので、今回もこれは特別賞としてね、アイラブストロベリーのスクイーズ2つを1名ずつプレゼントしたいと思います。はい、ということで今回のプレゼント企画の応募方法なんですけれども、まず、何点か、条件があります。でその条件というのが、まず1つ目、もももチャンネルのチャンネル登録がしてあること。で2つ目は、ブルームさんのね、アイラブストロベリーのスクイーズを七色チューブさんが提供してくれたので、今回ね七色チューブさんのチャンネル登録も登録しといてください。じゃあ次ね3つ目の条件になります。3つ目の条件はプレゼントの当選者の方とやり取りをしたいので、必ず連絡ができる方法を持ってる方に限ります。はい、その連絡できる方法っていうのがチャンネルのメッセージ、もしくはツイッターのメッセージ機能、こちらの2つをね使ってやり取りをしたいと思うので、もしねツイッターをフォローしてない方はぜひこの際ねちょっとねツイッターのフォローもちょっとしといてもらえれば助かります。で当選した方には直接その方に
連絡をしたいと思いますので、必ず連絡がつく方法を、で、応募方法、応募したいっていう方はコメント欄にどのスクイーズが欲しいのかをコメント欄に入れておいてください。詳しい応募条件などは概要欄に載せておきますので、コメント欄に入れるようにお願いします。プレゼント企画、いろんな方にスクイーズが手に渡ればいいなと思いますので、皆さん、どしどし応募お願いいたします。はい。みんなも応募してね。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。次の動画もお楽しみに。チャンネル登録お願いします。他の動画もいろいろあるよ。よかったら見てね。